響きスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、あゆみです。お知らせです。現在全国対象店舗にてアニメバンドリセカンドシーズンのワンシーンを使用したポストカードがもらえるバンドリ春の CD フェアが開催中です。やったー。こちらにじゃじゃじゃんとそのポストカードがあります。ポピパからはこちらのかすみとおたえ、おかすとおたえと、あとポッピンパーティーのわわーで、あとはあ出たかすみちゃんのライブシーンでーす。こんな感じでね、各バンドのポストカードがアニメからより抜きされております。素敵ですね。私のおすすめはもちろんポピパもおすすめなんですけど、このバイトサングのあやちゃんでーす。かわいいでーす。はい、そんなわけで素敵なポストカードがもらえるんですけれども、こちらですね、バンドリ関連 CD 商品を1個お買い上げでランダムで1枚もらえるということで、この20種類の中からランダムで1枚もらえますので、ぜひ皆さんお目当てのものをゲットするべく頑張っていただけたらと思います。そしてまだ持っていなかった CD などありましたら、この機会にぜひゲットしていただければと思います。よろしくお願いします。対象店舗などの詳細はバンドリ公式ホームページをご覧ください。 URL は動画の概要欄にありますので、そこからポチッとしてくださいね。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで以上あゆみでした。それでは本編をお楽しみください。皆さんこんにちは、響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、今日の担当は尾崎由香です。よろしくお願いします。はい、さてですね、今日はなんととっても久しぶりなこちらをやっていきたいと思います。オザピュアムービー、イエーイ。いやー、すごい久しぶりですね。あの映画がね、大好きな私が一つのテーマに対しておすすめの映画を紹介していくコーナーとなっております。今回はベスト5を紹介したいなと思っていますよ。いや、これまでね、オザピュアムービー、あの見てくださった方は知ってるかもしれないんですけど、本当にあの私 の, あの大好きな、ね、映画をね、皆さんにおすすめしてきました。熱いトークをね、あのオザピュアムービーで1本ずつしてきましたよね。あの17歳の肖像とかね、あときっとうまくいくとかね、インド映画とか、本当にいろんなジャンルを紹介してきたなと思うんですけど、皆さん見てくださってますか？今回はね、あの1本だけではなく私の5本がね紹介されるので、これは見逃せませんよ。ということでね、でもね、あくまでも私の好きなものという選び方ですから、ご了承ください。では早速紹介していきましょう。今回ランキングを発表するジャンルは、私尾崎由香が見直したいおすすめ映画ランキングでーす。ということでね、ベスト5をねピックアップしてきました。ではね、早速第5位から紹介したいなと思います。5位、ダルルルルルルル、あなたその川を渡らないで、というね映画です。よし、あの私実はこの映画ツイッターでも一度紹介させていただいたんですが、あのこれドキュメンタリー映画になってるんですよ。まずねストーリーをね紹介したいなと思います。こちらですね、あの小さな村のほとりで、生活してる98歳のおじいちゃんと89歳のおばあちゃんの生活に密着したドキュメンタリーで、あの韓国のドキュメンタリー映画になっているんですよ。何気ないね、こう日々の生活の中のこう夫婦愛がとっても伝わるストーリー性になっていて、ドキュメンタリーが好きになるぐらいこう嘘がないなっていうか、なんかこの二人見てて、なんかこう一つ一つのそのなんだろう、絆みたいなのがすごく伝わってきて、あの心に響くんですよね、ドキュメンタリー映画って。私もおじいちゃんおばあちゃんいるんですけど、二人も結構この2人に近いあの年代で、仲いいんですよ。なんでそういうのを見るとこの映画を思い出すというか、本当の愛ってこうずっと続くんだなって思わせてくれる映画なので、こう当たり前になってたことをこう見直したいなって時にこの映画はすごく見たくなります。
なんでね、皆さんもこの映画を見てこう見直してほしいですね。家族の大切さ、友達の大切さ、はい、見直してみてください。はい、ということで第5位からとってもいい映画ですからね、皆さん見てほしいんですが、では第4位いきましょう。第4位、タラララララララ、空気人形ということで、知ってるかな空気人形。これはね、日本の映画なんですけど、監督が是枝裕和監督って言って、今も話題のあれですよね、万引き家族の監督ですね。人形が心を持つってどういうことなんだろう、なんかこう心を持つとこうなんだろう、楽しいのかな、でも喜び怒り悲しみ、なんかそういうのをこう人間はね、もともと持っているけど、こう人形は持っていないから、こうピュアなりに、人形はねピュアなりに持って、こうなんだろう、葛藤するんですよ。心を持つことが切ないことでしたみたいなセリフがあったりもして、切なさもね結構伝わって、ペズナの演技にもね、こうなんだろう、一言一言すごく人間になっていくというか、人形がね人間になっていく、その生き生きした姿がねすごくね伝わるので、皆さんにもそういうところをね注目してほしいな。純粋な気持ちをこうこの映画で取り戻せる気もして、皆さんも一度立ち止まった時に自分を見つめ直すきっかけになる映画になってくださったらいいなと思い、こう4位にさせていただきました。では次3位いきましょうかね。第3位、ダラーダーン、グラディエーターですね。グラディエーター、聞いたことある人いますか、グラディエーター。グラディエーターは、監督がリドリー・スコットっていう、ブレードランナーとかエイリアンとかね、そういう映画、いろんなジャンルのね映画を本当に作っている有名な監督で、主演はラッセル・クロー。ラッセル・クロー知ってるかな、レイ・ミゼラブルのね映画に出たりとか。ラッセル・クロー大好きなんですよ。なんでラッセル・クロー知ったきっかけになったのもグラディエーターの映画で、もう小学生ながらラッセル・クロー大好きになりました、この映画で。ラッセル・クローの表情と戦うシーンにこう心をやられたというか、なんかこう戦闘シーンもすごく映像で綺麗なんですけど、それの中にこうドラマ性もあって、ストーリーもねちゃんと胸が熱くなるような引き込まれるストーリー性にもなっていて、一つこう重めの映画見てこう泣きたいなって時に見直した映画で、本当にラッセルの本気が伝わってくるので、もう号泣間違いなしな映画なので、男性はねラッセルに憧れる、そして女性はこんなお父さんいいなって、お父さんの良さもね伝わる映画なんじゃないかなって思うので、ぜひ見てほしい映画ですね。3位でした。第2位、ダルルルダーン、名探偵コナン、ベーカー街の亡霊ですね。この映画はもう有名ですよね。もうアニメ大好きな人は絶対見るし、私もね子供の頃映画館で見に行きました、お兄ちゃんと一緒に。今までのコナンの中で一番好きな映画の作品なんですよね、コナンの中で。なんとねこのベーカー街6作目らしいですよ、コナンの中で。結構序盤だったんですね。人工知能のノアーズアークっていうものがこうに支配されて、その誰か一人ゲームをクリアしないと生き残れないっていう、参加者全員がね、その中でねコナンがねこう謎を解いていくっていうね、ロンドンの街をコナンと一緒にその解決していくっていうのにね、子どもの頃すごくワクワクしちゃいましたね。あと VR の世界っていうのもねワクワクして、近未来さのある映画なんだけど、その絵はこう昔ながらのセル画で、すごくこうなんかそのなんかこう対比がいいというか、なんか昔のその映画だけどこう近未来感も感じれて、なんかこうふと戻りたくなるような、子供の時見た時とちょっと違う味わい方も大人になったらできるんじゃないかなと思っているので、ふとちょっと見直したい映画に入っていますね。いやでもねコナン今年全部見直したいな、家にあるんですよ。いや子供心を取り戻したい映画ですね。はい、ということでこちらが2位です。もうこれはね大好きな映画、これも行ったことあるかな、
では発表していきたいなと思います。第1位、トゥルーダン、琴の葉の庭です。いや、これもね、いい映画ですよね。皆さん知ってるかなと思うんですが、こちらは監督が新海誠さんの映画ですね。本当に私新海誠さんの映画大好きで、公開されると決まったらもうすぐ映画館に走るぐらい大好きで、その中でもそのきっかけになったのが琴の葉の庭だった気がします。靴職人を目指す高校生の高尾が、雨の日は学校をねサボって公園で靴のスケッチをするんですよ。その中ね、ある日いつものように行ったら缶ビールを飲んだ年上の女性と出会って、そのだんだん惹かれ合っていく2人を、こう物語る映画になっていて、一番好きなシーンがあって、主人公がその多くを語らないというか、もう本当に感情をそのあらわにしないんですよね。あんまり日々の生活の中で雪乃にこう感情をあらわにするんですよね。そのねシーンがこうなんかすごくドーンとこう心に残っていて、気持ちがこうスッとするというか、なんかこう声もいいんですけど映像も素敵で、その音楽の感じもねいいんですよ。特に雨がね本当に描写的にすごくいいんですよね。映像も綺麗ですし、その雨の音っていうのもね心に残るので、なんかこうマイナスイオンも感じるので、こうなんか癒されもする映画なので。そしてなんか46分なんですよこの映画なんで、短くもあり見直しやすいっていうのもあるので、明日も頑張ろうって思える映画なので、皆さんも昨日見たけど今日も見ようって思える映画でもあるので、最近見たよって思ってもこの映画は見てほしいなと思います。ということで、どうですか、私5本見直してほしいって言ったんですけど、みんな覚えてるかな、ちゃんと。皆さんぜひ見て、こう映画の中から何か感じれるものがあればいいなと思います。映画って素晴らしいですよ皆さん。そのね素晴らしさがちょっとでもオザピアムービーで伝わってくれたらいいなと思います。今回ねランキング形式で私が見直したランキング形式で発表したんですけど、こうランキングにつけましたけど、どの作品も1位になるぐらいとってもいい作品で、私がこう順番的に見直したいっていう映画のランキングなので、全部が作品的には1位なので、皆さんそこはね勘違いしないでくださいね。ということで今日はここまでです。このチャンネルの動画は、響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。では今日の担当は尾崎優香でした。